今日の6月定例高松市三谷町にある知的障害者の入所施設ウィンドヒルについては2020年に入りパワハラや不適切な会計処理についての内部告発などがありその年の4月から市が無期限の特別指導監査を行っています 施設の運営法人は、おととし8月に市の求めに応じて第三者調査委員会を設置し調べを進めていましたが今年3月をもって契約を解除しました一方的に内部調査を中止したことは誠に遺憾に存じております調査結果が出る前に契約が解除されたことから結論は出ていないと伺っております特別指導監査を継続するため 本社が直接、事実確認や法人に許証資料の提出を求めるなど、事態の解明・改善に向けて、取りり組んでまいりたいと存じますウィンドヒルをめぐっては去年9月、職員の大量退職を理由に、利用者9人の契約を解除し、保護者らは利用の継続などを求めて提訴する準備を進めています。